ちゃ。こんにちは。さあ、豊さん、今日は監督の月間総評です。監督の総評を豊か、まあ、豊かさんぐらいしかもうできないじゃないですか。若い人は言えないもんな。はい。とんでもないく言えないです。そうだよな。はい、メガネ先輩。ずうずしく言うか。もう豊かさんぐらいしかいないので言える YouTuber の OB。 そうかな。はい。なので、でも悪いことじゃないよ、ま、悪いこと言わないよ。そうですよね。そう、みんな一生懸命やってるわけだ。そうですね、まあ、ただ言うべきでもはっきりは言うよ。そうですよね、はっきりは言うよ。そうですね、はい、お、いいじゃないですか、再生回数もいいということで。いやいや、まあ、だからやるんじゃない。じゃないですよ、この YouTube の年間の企画として、うん、ここに差し込む、ここに差し込むっていうのをやってる。そうです、だから毎月これをやっていってる恒例ですね。回らない、回るとか回らない、やしいこと言うんじゃないよお前。気になりますよね、やっぱいいと嬉しいですよね、やっぱやってよかったな。まあそりゃそうだな、で励みになりますしね。そうそうそう、ということで今日はセリーグのまずは監督総評から参りましょう、はい、今現在、5月終わりなんですけれども、はい、今現在の順位の順にいきます。まずは岡田監督です。月間5月、5点、まず、5点満点。そりゃそうだよ。そうですよね、そうですね。そりゃ、あの通知表は俺らのじゃ5、4、3、2、1だ。通信簿ですね。通信簿。びっくりした、5点って何点満点なんだろうって思った。5点、いや満点です。満点っていうかさ、やっぱり相手の切り札を切り札とさせないよね、うん、はい、仕事をさせないんだもん、うん、だからこれはやっぱ見事だと思うよ。豊さん前もおっしゃってた、例えばカープだと代打松山選手だったり、そう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 、あと川端選手を生かさないようにとか、うん、もう左対左でも、はい、申告敬遠、はい、次でいけ、うん、とか梶谷が出た時点で再起をパンと変えて、はい、そうです、そうです、で左を持ってきた、はい、そしたら相手はウォーカーを代打の代打で持ってくる、うん、これ2枚使わなきゃいけないわけだ、はい、相手は、うん、だからそういう意味ではその相手の切り札の殺し方だとか、うん、そういうのはすごいよね。それとやっぱり先発ピッチャーを引っ張るだけ引っ張っといて、うん、いいところでスパーンと帰るとかさ、はい、見事だな。すごいですよね、うん、例えばその1対0で終盤の時にこのピッチャー変えるかなと思ったらバッターボックスそのまま立たせて、まあ、キリシキの時だな、キリシキ、あと才木投手の時もそうです、ね、だからまあそういう意味では本当にこの試合は何回から勝負になる、このチームは何回から勝負になるとか、やっぱもう計算されてるよね、はい、まあ、巨人で言えば終盤絶対にチャンスが来るって思い込んでるよね、はい、思い込みが激しい人なんて多分岡田監督、いや本当に、だから引き寄せの法則なんだ、あ、はい、こうなるって言ったらなるんだ今は。あのなった時のベンチでの笑顔すごいですね。もうなんとね、哀愁が漂う。もうそうですよ ね、子供のような笑顔になりますね。いやいや本当に、うん、だからそれは文句をねつける人はいないだろう。ないですよね、うん、あと本当にあの抑えだったその岩崎投手を休ませる日を作ったりとか、まあそれはねどこでもね登板方になってくるとまあ休ませるんだけども、はい、まあだけどそういう気配りもね、うん、できるし、あと例えばそこまでサンタコだった森下選手代打を送らずにそのまま行かせてさよならとか、でもそれはファームの、そうなんです、森下森下対決を、ね、あの相性もね、はい、いろいろ考え、だからいろんなところにリスペクトしてるよね。すごい、でよく情報をこう収集してるというか、うん、だから、まあ、できる技なんだろうな。すごいですね。監督で勝った試合っていうのは最近ではあんまり見ない、うん、まあ、だけどやっぱ納得する勝ち方、納得する負け方をしてくれる監督だよね、うんうん、だから監督ってやっぱ岡田監督を見てるとでかいなと思うよ ね。そうですね、面白い試合を、本当ワクワクする試合を見せてくれるなと思います。だからまあ昨年とメンバーは変わらないけど、どう扱うによって、まあ、ハサミだよね、はい、うまく使ってるよね。そうですね、うん、こんなにもチームが変わるものなんですね、まあ、そうだね。なのでもう5点中の5点、はいはい、DeNA の三浦監督です。3点だな。おー、ここ一気に4点ではなく3点になりました。まあ2位という死守はしてるけども、はい、順位的にはね、うん、まあ、だけどやっぱこうピッチャーの交代時とか、うん、何でも監督のせいになるからさ、はい、だからうまくいかなかった時にどうやるかだからね、うん、だからまあ大輔はバタバタしないっていうね、
ことが一番の特徴で、こう慌ててる様子は見せないんだけど、もう少し慌ててもいいような、まあ打順の入れ替えにしたってそうだし、どうやったら一番チームが良くなるのかとか、山崎が悪かったらちょっと一回休ませるとか、まだちょっと遠慮が見えるんだよね。そうじゃなくて、もう監督はどんなベテラン選手よりもやっぱ責任をね持たなきゃいけないし、上の立場にいるわけだから、ダメなことダメだっていう風な、そんな感じで外すとか、まあそういうことができればいいのかなっていうは思う。思い切った大胆な決断っていうのも時には必要っていう。まあ、そうだね。だバウアーにしたってさ、あまりにも放任しすぎてる。まあ一説によると打たれる原因っていうのはあるところにあるんだよ、ちゃんと、原因が。そこをしっかり修正させないとさ、使わないぐらいにやっぱ強く言わないとね。サイ・ヤング賞を取ったからって偉くはないわけだから、でもそういうことが分かってしまえば、サイ・ヤングもね、ヤングボーイになっちゃう。サイ・ヤングじゃなくてヤングボーイ、そうですね、ヤングボーイになっちゃう、はい、だからそこら辺はしっかりねやらした方がいいなと思う。厳しくなる、監督としてね、はい、やっぱそうじゃないとチーム全員に迷惑がかかることが。そうですね、まあ何を言ってるか歯にね物が詰まったような言い方してるけど、これはやっぱりルール上ね言えないこともあるんで。あ、なるほど。まあ察してほしいという、はい、ね、まあこういうのとかあるんだよね。まあまあね、あ、なるほどね、はいはいはい、なるほど、そういうことですね、はい、さあ、カープの新井監督です。4点あ、上がった。三浦監督よりかは、これはやっぱね、先発投手陣がやっぱ苦しいよ、苦しい中ね、よく立ち直ってるよ、それとやっぱり使いどころ、松山を先発メンバーに入れたりだとか、いろいろ試行錯誤しながらよく頑張ってると思うよ、それとやっぱ中継ぎの確率に向かっていろんなことも試しながら、矢崎投手を後ろにして、まあ、ターリーを使ったりだとか、まあ、大道を上げてね、大道に仕事をさせるとか、まあ、いろんなことをやりながらやっぱ3位というところをキープしたからね。そうです、まあ、それも貯金を作ってね、一回こう貯金がなくなって一つへこんだんだけど、そこからまた相手がヤクルトだったっていうことも幸運だったかもわからないけどね、調子が出ないヤクルトだったから、だけどそこを盛り返したというね、まあそういうところも評価されていいと思う。そうですよね、何しろね1年目の監督、新人監督っていうところで、だからみんなもう本当にあのプレーボールから戦う体制を整えさせてるよね。そうですね、だからいいと思う。はい、さあ4位巨人原監督です。4点あ、まあいいですね。これはね、あの投手陣でよく戦ってると思うよ俺は。そうですね、逆に言えば、はい、門脇のやっぱサードの守備っていうのを見つけ出したのも、使わないと見つけられないから、はい、でも大胆に使ったし、で秋広、これはやっぱこう我慢して使ってるし、はい、まあ、我慢する必要もないけどね、結果が出てるから、だからそれに伴ってその中田が入ってきた時に岡本和真をレフトに回したりだとか、いろいろ試行錯誤しながらベストを探してる状態なんだよ今で。中継ぎ陣もそう、でもその中で俺はよくやってると思う、ただまだ体制が整わないから勝負にはなってないけど、まあ阪神戦とか見るとそうだよね、まだ整わないんだもん、阪神は盤石なんだもん。そうですね、整った状態ですもんね。そうそう、だから巨人はまだね落ち着かない状態で戦って1点差1点差ってなってるわけだから、だからこれが整った時にどういう戦い方をするのか、よくやってる方だと思うよ。ああ、我慢しながら、あの投手陣で本来だったらもうちょっと下の順位いやと思うよ。うん、そうですよね、そう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 。ヤクルト高津監督です。これ監督のせいっちゃせいなんだけどね、結果が出ないっていうのはやっぱ監督のせいとすれば2点だ、そうですね、これはもうしょうがない、はい、高津監督はこう辛抱強くて若手を育てるのにも辛抱強く育てる監督で大好きな監督だけど、はい、やっぱチームが負けが込んだっていうことはやっぱり2点の評価だな。そうです、この負けが込んでるとゆうさん、その高津監督の采配が時にちょっとあれって思うこととかも
目にするようにはなったりするんですか？いやそれはね狂うよ、うん、やっぱ代打の出し方、いや川端が先じゃない、こっちの方が先だろって、いやじゃないと川端勝負してくれないって、ああ勝負してくれなかったっていうところもあったけども、はい、でもそれはやっぱ高津監督が何かを考えての川端先だったのかもわからないし、まあ例えばランナー貯めて川端を歩かされてもいい、はい、でも次にバッターを送るバッターがホームランを打ってくれたら1点増えるみたいな、スリーランになるみたいな、はい、まあそういうことかもわからないし、だからそれはまあ考えはわからないけども、ただやっぱり負けが込んだということではやっぱ2点かな。今までのねこの2年ぐらいの中で勝監督の中で本当に一番厳しい、いや辛いよ、やっと抑えまで持ってこれたと思ったら照明に入ったりとかして、まあ運がないっちゃ運がないしね、うん、でもやっぱこうヤクルトのチームってみんなやっぱ戦う姿勢を見せてくれるんだよね、はい、ファイティングポーズは取るんだよね、うん、だけど結果は出ない、でもファイティングポーズを取ってるだけに1はつけたくなかった、うん、ああそうなんですね、うん、そこはだから2点っていうのはそのファイティングポーズっていうところ込みで、うん、そうだね、あ厳しいですねちょっとやっぱり、だけどやっぱり選手が構想から全然外れたような状況になってくるとさ、うん、やっぱ戦えないよ、そこは準備してないもんあんまり、はい、それある程度の準備はしてても危機管理は、うん、これほどね状態が悪いと、いや危機管理はできないよ、これ例えば監督が打線のテコ入れとか打順テコ入れとかそういう風なことをもっと早くっていうのはあんまり考えなかったんですかね、どこをするんだよ、どこも手つけらんないんだよ、回もそうか、あのね適材適所にメンバーを配置してたんだよ、1番塩見、うん、2番山崎、3番山田、うん、村上、オスナ、中村、サンタナ、長岡、これを誰を変えるんだよ、そっか、いじれないんだよ、あまりにもハマりすぎてるから、柔軟性がなかったということだ、そこです、ね、裏を返せば、そっか、うん、あまりにも良すぎた打線だと、そうそうそう、ああだから去年までがそれだったから、そうだな、一つ何かピースがポポッと狂った時の柔軟性ってことですね、だからそこに当てはめるしかない、山崎を外して青木とかさ、はい、ね、それしかない、そうですね、わ厳しいですね、厳しい、さあ、はい、中日立浪監督、まあ中日は3点、うんうん、これは、まあ、若手に目が少し出てきたということと、うん、やっぱ細川を使い続けてレギュラーに指してる今のところはね、はい、まあ、これは1年間使い切るといいと思うんだけど、うん、あとビシエドをまた上げた、はい、でビシエドが初打点を内野ゴロの間に上げた、はい、次の日はスリーラン打った、うん、もうビシエドと真珠だよ、うん、我慢ができるようになってくると上がってくるから必ず、はい、だからそこを我慢をするために上げたのかどうかは分からないけど、そうだね、でも柳も勝たしたし、うん、柳ピッチャー交代言われてたらもうセカンドベースの逃げてたな逃げてたあれはやっぱりねもう立浪監督がマウンドに行った方が良かったな、あそういう演出もやっぱり立浪監督はした方がいいのかなって思うね、うん、ありがとうって、うん、よく投げてくれたって、うん、あとはもう守るから絶対にって変わってくれって、ね、あで腰でもパッパンって叩いてさ肩でも、はい、うん、よくやったっていうのをみんなの前で見せてあげると、うん、いいかなと思うね、あのこういうパフォーマンスもやっぱり時に、ね、チームをグッと士気を上げるってこともまあそうだ、ね、なりますもんね、いやそう思うよ俺はね、だ原監督今シーズン本当マウンドに毎回毎回、うん、あの交代ごとにあれはね、はい、通達があるんだよ本当は、ん通達が通達、はい、やっぱね監督ができるだけ投手交代の時は言ってくれって、うん、あマウンドに、まあ、演出的なものも含めてね、あそうなってるんですね、だけど守らないんだよ誰も原監督だけじゃないですか守ってんだよ、もうなんか一人ごとじゃないですけど、そう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 一人ごとに言ってる、だからそういうふうなできれば言ってほしいというお達しがあったらしい、なるほどなるほど、できればだからね、そうなんですね、うん、あ行かない監督も別にいるはいる、そうだね、だからまあ立浪監督なんかは行った方が戦ってる感じは周りからすると見えるけどね、うん、そうです、ね、監督ってずっと中にいるからさ、うん、ファンっていうのは目にすることもあんまりないしね、うん、だけど行ってそういう姿っていうのは俺は大切なような気がするけどね、そうですね、うん、
ただあの5月中旬ぐらいのこの YouTube の動画の中でやっぱその中日はその選手を攻めるんじゃなくてやっぱ監督コーチがもっと選手に指示したりとかそのコーチ間で何かしなきゃいけないっていうふうにおっしゃってたのがあったので、うん、その点に関してはやっぱりマイナス2点というかになったのかなっていうところもありますか。まあそれはもちろんそう、うん、まあ、あと成績とね、はい、うん、やっぱ今本当に選手を育てなきゃいけない時だし選手に教えていかなきゃいけない時だしだから本当にコーチっていうのは大切な存在なんだよね中日にとってはね、うん、そういう意味では立浪監督が今できることっていうのはやっぱチームをまとめることとマウンドに行ってそういう姿を見せてあげる、はい、で内野でも声をかけてあげる、うん、一生懸命守ってやるよって演出じゃなくて本当にそういう風にしてほしいと、ね、そうするとそれが選手にダイレクトに伝わったりしますかと思うけどな。うん、はい、というわけで次回はパ・リーグの監督総評いきましょう、はいはいはい、点数やめようか点数やめますか、まあいいや